こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。はい、今日はついにゲットできました。合体ザマス LR 無限ザマスです。こちらを使ってレッドゾーンに挑戦していきたいと思います。はい、レッドゾーンの VS セルマックスのミッションで極刑を全属性編成してクリアしましょうというのがあるので、こちらに挑戦していきたいと思います。はい、パーリ編成はじゃーん、こちらです。新 LR 合体ザマスをレイダーにしまして、メインは合体ザマス、そしてザマスという感じで組みました。はい、一人だけブーが入ってますが、力属性のザマス系の強いキャラ私持ってないんですよね。なのでブーに入っていただきました。そしてお借りするフレンドさんも LR 合体ザマスです。それでは Let's get started いきたいと思います。神が行えば善となることも、人が行えばこれにならぬとなり、罪となる。我が姿は正義、我が姿は世界。あぐねよ、たたえよ、この気高くも美しい、不思議して最強の神ザマスを。はい、早速フレンドさんの方の新 LR 合体ザマス、そして地属性の合体ザマスが登場しました。2人の合体ザマスというか、このターン全て合体ザマスなのでリンクは噛み合いませんまあでもこれはね、もう起こりうることだと覚悟して組んだので、はい、これはもう仕方ないです。ウィスを使ってやっていきましょう。でもね、新合体ザマスはダメージ軽減率がものすごいんですよね。1ターン目は 80% 軽減なので、ウィズ使わなくても大丈夫かもしれないんですが、他のねキャラがちょっと心配なので使いましょう。はい、かっこよいよね。あ、必殺来ましたね。どうだ、久しぶりに見た。おお、全然大丈夫でしょう。やっぱりセルマックスのこの口から吐くのを久々に見たけど、もうそんなに怖く感じなくなってきた。裁きの刃、地属性合体ザマスも、はい、ダメージは大丈夫よね。強いんだよ。ちょっとね、この技の合体ザマスが心配。大丈夫、持ちこたえてるね。よかったです。はい、2ターン目来た。ここはいい感じにリンクも合うかな。はい、じゃあ自分のです。私の合体ザマス LR 1枠目にします。で、並び順がちょっと悩むけど、ブー真ん中にしてみましょう。即属性のザマスは極限をしまして、はい、私も極限 Z バトルを30までクリアして極限 Z 覚醒しましたので、だいぶねいい感じに強くなってると思います。それも楽しみです。ザマスがね、私は本当に好きなので、ザマス系のキャラが強くなってくれるのは本当テンション上がりますね。やる気出ますね。うん、結構ね、長兄が基本的には好きなんですけど、ザマスに関しては結構もともとが神なので、長兄から極兄に変わるキャラという感じで、なんか思い入れがね違う感じなんだよね、私の中では。好きですザマスは好きです。LR の新無限ザマスね、まだガチャでゲットできてない方もいらっしゃると思うんですけど、ゲットできてほしい。本当に皆さんにゲットできてほしいなっていう気持ち。私が運よくタイムマシーンでゲットできたので、本当皆さんにもゲットできてほしいなと思います。はい、即ザマス大丈夫だ、守れますね。めちゃめちゃいいね、いいね、いいね。苦手属性だったけどね。はい、という感じでスイーター目に来ましたよ。はい、ウィズさん2つ目使います。はい、ティーポットザマスもね今日連れてきているんですよ。でもティーポットの性能が
長系の敵がいるときに結構パッシブで恩恵があるキャラみたいなので、敵極系なのでね、ちょっとどうしようかなと思ったんだけど、使ってみたかったので連れてきちゃいました。この中でどう動いてくれるでしょうか私の使い方次第だと思うけどね。でもここは得意属性だからどうだろうな、大丈夫だといいんだけどな。いや本当にね、無限ザワス強いね。来た、わー、クール、ソークール。必殺技でちょっと避ける感じになるんだね。あー大丈夫みたいです。お、回避もした。あ、すごい守れてる。いいね、よいよい。ティーポットの登場時演出も見たかったけど、長剣の敵がいないと見れないみたいで、そこがねちょっと残念。今回はまた別のバトルで長剣の敵のところに連れていきたいなと思います。はい、4ターン目だね。ウィスはこのターンまで効きますね。これはもう並び順こうするしかないですよね。ブー真ん中に入れてリンクを噛み合わせていきます。あーでも本当に合体ザマスの LR は強いね、強すぎるね。まだフィールド見れてないんですけど、今日はフィールドも見たいな、見れたらいいなって思ってます。ターンがね、5ターン以降 70%HP 70% 以下、もしくは7ターン目にならないと発動しないから、長期戦じゃないと見れないんですよね。でもこれは多分長期戦にならざるを得ないと思うので、見れると思う。見たい見たいです。無限ザマス見たいです。うわー、結構ダメージ。でもダメージ受けた方が逆にいいかも。あ、合体してますよ。これ即ザマスかな。あ、そうだね、即ザマスが変身だ。合体しましたね。あー、はい、持ってきているサポートメモリー、これここへ来てちょっと世界観が変わりますが、このメモリーは5ターン目に2ターン味方全員のアタックとディフェンスを 10% アップしてくれるので、ウィスが切れた後少しでもサポートが入ったらいいなと思って持ってきております。いやもうでもかなりアタック値上がってる。私あんまり数字で見れないんですけど数字で見ないドッカンバトルをやってるんですけど、さすがにわかるよね、これだけ上がると。いやすごいよ。即属性の極限させていただいたザマスも今ね合体ザマスになってるけど、リンク噛み合ってますね。なんでだろう、同盟でも噛み合うんだね。ん、噛み合ってるよね、これなんででしょう、わかる方教えてください。うおーすごい、結構削れてきたね、5ターン目にして。うわ、もう必殺技来ても大丈夫だから安心できるもん。全然ヒヤヒヤしないもん大丈夫でしょう。ウィスさん切れててもこれだけセルマックスの必殺技を受けられるってすごいよね。油断してるとねやられちゃうからね、必殺技で。本当に来た、これはどのザマス、真ん中か。ああ大丈夫だった。はい、ティーパーティー、どうだろう。ああ、でも平気だ、よかった。はい、長期戦入ってますね。次が、あ、6ターン目になって来た、無限ザマス。これいける、パッシブを使えるってことは。そうだよね、これは場所とかは関係あるかな、真ん中でやった方がいいかな。行きましょう。
はっはっはめっちゃ笑ってた。うわー、フィールド発動、かっこいい。あー、木玉も変えるんだ。なるほど、こうなるわけですね。初めて体験している。すごいね。はい、ここからホラーに入りますからご注意ください。これだ。無限ザマスはこうなってから5ターンの間自分が無敵になるんですよね。攻撃無効化、そしてアタックも300パップとかで、技木玉4個以上取ると世界の混乱カテゴリーの味方のディフェンス60パップもある。味方も強くしてくれるからいいね。ここはちょうど得意属性になってるからいいんじゃないかな。あ、来たよ。ゼロ。顔面で受け止めるのはね、ちょっと笑っちゃうけど。うわー、来た。これ必殺。いやー、いいね。なるほどね。もうゼロっていうのがね、ダメージゼロっていうのが本当に最大の防御ですよね。当たり前か。すごい。これしかも大猿化や巨大化と違って全部のキャラがね、そのキャラになるわけじゃなくて、普通に他のキャラも戦えるからいいよね。しかも他のキャラのサポートも入ってるので、これは使いやすいというか戦ってて楽しい気がする。ちょっとブーさん食らってますけど大丈夫かな。ここまで来たら勝ちたいんだけど。はい、どうだ。次がこんな感じか。あー、即ザマスがアクティブで、またこれ異形化になれるんだけど、どうしようかな。異形化するとディフェンスがちょっと下がるのかな。ダメージ軽減率も下がっちゃうんだよね、確かね。まあでもやっちゃいますか、せっかくなんで。異形化しちゃいましょう。正義の光よ、我を撃て。悪を滅せぬ弱き神は不要なり。はい、悪を滅せぬ弱き神は不要なり。というわけでこの3人すべて合体ザマスです。すごいなぁ、迫力ある。異形化して1番目に置こうと思ったけど真ん中に置いています。あえてあえてのド S プレイをしています。このターンでいけそう。あ、いけたー。 KO 取れました。はい、合体ザマスパーリー。最後は新キャラの LR 合体ザマスで倒してくれました。うわぁ、なんかもう映画見てるみたいでした。すごかった。スケールがビッグでしたね。はい、これで無事に極系全属性ミッションクリアできましたね。流石ももらえましたね。あとはね、超系の全属性ミッションがあるけど、それはね、やるかな。やった方がいいよね。はい、ということで今日は新 LR 合体ザマスを使って究極のレッドゾーン、レッドリボン軍編 VS セルマックスの極系全属性ミッションをクリアさせていただきました。新合体ザマスリーダーのザマスパーリーはいいです。使っててとっても私は楽しかったです。はい、というわけでご視聴本当にありがとうございました。チャンネル登録や高評価もぜひよろしくお願いいたします。それでは次の動画も絶対見てくれよな。